本当は、体操選手でしたけど、そこから、サッカー選手に変わりました。ちょうど中学2年生の時に、ブラジルに留学して、そこで、マラカナンスタジアムという、ブラジルのすごい大きなスタジアムで、試合観戦をして、そこのサポーターの、すごい熱を感じて、そこで自分もこの中でやれたらいいなと思って、そこが本当に大きなターニングポイントでした。そのままプロに行けずに大学に行ったときです。高校時代、大学含め、すごい厳しい中でトレーニングしてきたんで、その中で夢を諦めずにやってきたことが、今につながっていると思います。やっぱり J リーグを優勝したことが、一番大きいです。ワールドカップに出場して、ワールドカップでプレーして、いい成績を収めることが目標です。日々努力すること、そうですね、チームで結果を残すことを目標にやってます。自分の生きがいです。